この記事をまとめると、モデューロ X の発売10周年を記念して大観山モーニングクルーズを実施。抽選によって選ばれた50代が大観山 T、サイトの駐車場をジャック。開発アドバイザー土屋圭一さんと開発者による。スペシャルトークショーも開催。N、ボックスモデューロ X 発売から10年が経過。 3月最初の週末の日曜日、都内の蔦田屋書店の大館山 T サイトにおいて、モデュール X が発売から10周年を記念して、初となるモーニングクルーズを開催した。周知の通り、これまで大館山のモーニングクルーズに、代表されるカーコーヒー的イベントといえば、 キャラの立った輸入車ブランドの集まりという雰囲気が強かったが、ホンダの純正コンプリートカーであるモデューロ X も、そうしたオーナーコミュニティを形成しつつあるということだ。ちなみにこれまでの10年間で、マイチェンモデルやバージョン違いも含めれば、モューロ X は7車種点11種類の市販モデルを世に送り出している。 今回は駐車場のキャパシティや上限枠の関係で、参加車両は抽選によって50台に絞られたが、どんなオーナーたちが集まってきたか、その素顔や本音も含め、大館山の会場を取材してきた。久々に寒さのぶり返した日曜の朝、7時を回ると、P、サイトのパーキングゲートから、 次々とモデューロ X の参加車両が入ってきた。一番の古株となる N、ボックスに N、1。ステップワゴンにフリードに S660、デゼルにフィット E、HEV まで。車種ごとに誘導された駐車枠に止められた。2時間弱ほど、コーヒーを片手にオーナーたちは早速。他の集まった車を見たり、 他のオーナーと交流を深めたりしている。このフォアワンと無目的な時間というか、コーヒー片手に好きな車に見とれたり、同行のお仲間と車の話題に興じて過ごすのが、モーニングクルーズの醍醐味とも言える。8時には主催者側、つまり開発アドバイザーの土屋家一氏と、 ホンダアクセスでモリューロ X の開発を統括する福田聖合氏、同じく完成者性能担当エンジニアである湯沢峰志氏から、軽く挨拶がてらスピーチがあって、三種もパーキング内のオーナーカーの、モリューロ X を見ながらオーナーと談笑していた、日本有数のドライバーや作り手の側にとっても、 一車好きとしてオーナーと同じ目線で車談義する機会でもあるのだ。ここでしか聞けないモリューロ X 開発裏話満載のトークショー。隠してパーキングで2時間ほど交流して、全体で集合写真を撮った後、T、サイトの2階のスペースに場所を移して、この日の楽しみと言えるプログラム、スペシャルトークショーが行われた。 壇上に上がったのは戦術の三子に加えて、カーライフジャーナリストの丸もあきこ氏、ドライバーと開発エンジニアの二人という三者が繰り広げる本音トークを、丸も氏がモデレーターとしてまとめながらセッションは進行した。実行空力という日常の速度域でも、感じられるエアロダイナミクスを積極的に取り入れることで、 前後リフトバランスを整え最大公約数を、大引き市販車にはないシャシーセッティングを実現できるのが、モユーロ X の個性であり強みでもある。とはいえ開発の現場では、アドバイザーの土屋氏は、もちろんエンジニアからデザイナーまで、テストコースを実際に走っては改良を重ねて、 再現のないトライアンドエラーを繰り返しているのだとか、裏話だらけのトークにオーナーたちは、静かに大盛り上がりといった風情で真剣に聞き入っていた。キャドやシミュレーターが当たり前の現代にあって、クレーモデルを削り、時には段ボールまで現場で用いるという、泥臭くも人の手による作業が、 人間の感覚を重視した開発を経て生まれる。モユーロ X の説得力そのものだ。続く後編では、大観山に現れたモユーロ X オーナーたちの愛車に対する思いを紹介する。